神戸大学神戸大学海洋政策科学部、深井キャンパス神戸大学海洋政策科学部は、神戸大学に設置される学部の一つである。海洋政策科学部は、神戸大学の中では最も新しい学部であるが、期限は1920年創設の、官立神戸高等商船学校に由来する。同校は、神戸川崎財閥の川崎昭蔵によって、 創設されたが、後に国家に兼納され、東京高等商船学校と共に、高級船員並びに、海事の専門家要請の総壁として、重きをなしてきた学校であった。戦時中、東京と神戸、及び、清水の高等商船学校が統合されたが、戦後、神戸高等商船学校跡地に、同校の伝統を継承する、新生神戸商船大学が再設置された。 神戸商船大学は2004年に神戸大学に統合され海事科学部となり神戸高等商船学校以来のコーチは神戸大学深いキャンパスとなった2019年7月神戸大学は船員養成や海洋技術者育成を主眼としていた海事科学部を2021年4月をめどに新分野の海洋産業や海洋政策創出に 貢献する人材も視野に入れた学部に改祖することを発表し、学部名を歌唱として海洋政策科学部とした。同年10月には、改祖に呼応した学内横断の渡積プロジェクトを発足させ、イメージキャラクターとして手塚治虫の漫画海のトリトンを採用した。これらを経て、2021年4月に予定通り海洋政策科学部が発足した。 全進行を含む。神戸大海洋政策科学部を新設21年4月。日本経済新聞。https www. 日経 .com アーティクル。約住むぞ47834480ワット9アンペア 720C イチルカ0002021年5月23日。閲覧。 わたつみプロジェクト記者発表を行いました。神戸大学2021年5月23日、閲覧。ありがとうございます。